はい、どうもビーレジェンドの柿谷です。今回ザザンとね、いろんなサプリメントを並べてみましたけれども、まあこの季節、まあもう4月に入ってですね、新入生のシーズンですよ。まあもちろん社会人もね、弊社もスタッフが結構入りましたけれども、まあこう新入生のシーズンで、まあ学生さんとかはね、本当にまあ毎日学校に行ってクラブ活動をやってっていうことになってくると思うんですが、まあなかなかね、タンパク質の摂取やトレーニングや運動のパフォーマンスを上げるっていうところも、まあ神経使っていくんじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな学生さん、もしくは新社会人の方にね、ぜひこう効率的にね、栄養をとってもらえればなと思って、ちょっといくつかね紹介したいと思います。まず最初ご紹介したのはこちらです。ビーレジェンドプロテインウォーターで、これはね、1本でだいたい 21g、 普通のねビーレジェンド1回飲むぐらいのタンパク質が取れます。で、ブラッドオレンジだし、飲みやすくて美味しいです。ペットボトル入ってるんで、もうポイッとね、ゴミ箱に捨てれますし、まあこれ1本ね、298円で、24本セット、箱買いで、6980円なんですけれども、まあこれね、まあそんな、これをメインプロテインにする必要はないと思うんですけど、やっぱりこうね、通勤通学の中で、電車の中で飲んだりとかね、するのには、まあ電車の中で飲むかどうかわかんないけど、駅のホームとかね、なんかで飲むのにはすごくいいかなと思います。だからまあこう、通勤通学前には、プロテインウォーター飲んで、で、なんだろうな、運動をするときですね、運動するときなんかはこのスポリカ、スポーツ&リカバリー、スカットマスカット風味、こっちは2980円ですけれども、このスポリカ飲んでもらうことで、やっぱりトレーニングのパフォーマンス上がります。シトルリン入ってて血流が上がったりとかね、あとはまあいろんなタイプの糖質が入ってる、ブドウ糖とかマルトデキストリンとか入ってるんで、炭水化物でエネルギー補給もできるし、で、クエン酸とか、ビタミン関係、ビタミン C とか B1、B2 とかね、B6、B12 も入ってるね、も入ってるので、まあ、そういった意味では、スポーツドリンクとしてはすごく、いいものだと思うので、で、まあ3000なんで、1回ね、まあ100円ぐらいで飲めますから、まあスポーツドリンクと比べてもらったら、非常に、普通のスポーツドリンクはだいたい糖質しかほぼほぼ入ってないですけど、まあ、こんなにパフォーマンスアップの成分が入ったスポーツドリンクないと思うのでおすすめです。だいたい600から1000ミリぐらい、1リッターぐらいのお水で溶いてもらったらね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で、味もね、スカットマスカット風味で、さっぱりしてて美味しいのでおすすめです。で、まあ野球部に入りましたっていう人はね、ベースボールプロテインで、サッカー部入りましたっていう人はフットボールプロテインで、まあラガーマンもね、うちあるので、ラグビー部入りましたっていう人はラガーマン飲んでいただければいいと思います。もちろんちょっとね、値段も高かったりしますので、そういった場合は普通のね、 WPC のこの普通のね、タイプのプロテイン飲んでもらったらいいと思いますので、で、こっちのベースボールだったら、関節守るコンドロイチンとかね、あと痛み軽減の MSM とかね、あと瞬発力アップのクレアチンとかが入ってたりとか、まあ、いろんなものが入ってるので、で、糖質もブドウ糖、マルトデキストリン、加糖デキストリンっていう形で、まあ、いろんなものが入ってて、吸収スピード変わったりとかね、結構この野球の選手が求めてる体重アップとか、関節痛めないとか、あと瞬発力を上げるとか、そういったところに特化したものです。で、フットボールプロテインはこれね、クレアチンと HMB が入ってるんですよ。で、クレアチン HMB 入ってるから、アジリティ、俊敏性が上がって、HMB で筋量も効果的にアップして、シトルリンが入ってるので、血流アップで回復も早くなるし、グルタミンのペプチドも入ってるので、グルタミンもね、ペプチドが入ってるんでね、やっぱりそのリカバリーが良くなります。で、あと何が入ってたかな、これも糖質がブドウ糖とマルトデキストリンが入ってるので、エネルギー補給できるし、ビタミン関係ももうぎっしり入ってます。はい。で、まあ結構ね、このフットボールとか、ベースボールとかラガーマンとかは少し他のやつより値段高いんですけれども、もういろんなね、もうとりあえずこれ飲んどけばいいというミックスにしてあるので、まあこっちもね、時々飲んでもらったらいいかなと思います。で、やっぱりベースはね、こっちの通常の、プロテインですし、あとまあこれもね、 JADA のマークも入ってますので、アンチドーピングのドーピング安全ですよっていうね、ロゴも入ってます。もう
国内でこの JADA のマーク取れてるのって、まあ、本当に数が少なくてもう大手上場企業ばかりなんですよね。で大手上場企業ばかりの中になぜ B レジェンドが入れたんだと思うんですが、まあ、やっぱりねちゃんと真面目にねいいものを作ってるとですね、まあ、こういった公的機関からもちゃんとお墨付きもらえるんだなということで、まあ、お墨付きもらうのにねもうかれこれ何年だ5年ぐらいかかりましたけどね、はい、大変でしたよ。ハードルが高かった。だけどやっぱりねそんだけ高いハードルだから、まあ、頑張って取れてよかったなと思っております。ね、まあ、B レジェンドシリーズ他にもたくさんあるんですけれども、まあ、これからね春の新入生新社会人になった方はですね、まあ、こういったラインナップをうまく考えてですね、まあ、移動中にはこういうウォーターとかね、あと個包装のね1回パックの個包装なんかもありますから、持ち運びにはああいったものがいいんじゃないかなと思います。そしてまあ部活動入られた方はそのスポーツに特化したものを飲むもよし、こういうねスポーツ&リカバリーなんかで部活動の足しにしてもらうのもよし、もちろんトレーニング中にね社会人がトレーニングしてる最中に、ワークアウトドリンクとして飲んでもらうのもよし、でやっぱりベースはねこっちのプロテインっていうのはもうベースで外せないので、まあこういったねいろんな B レジェンドシリーズを試していただいてですね、皆さんの新生活をですね、エンジョイして、より実りのあるものにしてもらえればいい、ありがたいなと考えております。ということで、私もこれからも頑張りますのでまた応援よろしくお願いします。グッドボタンよろしくお願いします。そしてシェアですね、シェアもぜひ皆さんにしてください。そして何かご意見やご感想とかですね、まあなんかこういうことしてとかっていうのがありましたらコメント欄に、コメントいただければと思います。ということでちょっと今いっぱいもう目の前に並べちゃったけれども、こんな感じで B レジェンドシリーズで頑張っていきたいなと考えております。ではまたお会いしましょう。さよなら。